トーナメントはとにかく1ラウンドから目を離すことができません。いかにダメージを少なく上に上がっていくつけるか、これが女神がこちらに振り向くかどうか、まあ、この大きなポイントです。はい、以前の試合は強かったと思うんですけども、はい、今の勢いに変わるとですね、大手方というのはかなり精神的に強くなってますからね。あ、左ですよ、左ですよ、左ですよ、前に出てますね。その時は走っています。その時は右のローキックで3ラウンドノックアウトでしたが、レイセホはそれから2年間で大きく進化しています。ピーターの右も良かったですね。ピーターズもね、この10年間唯一、はい、10年間デスクマッチしましたからね。そうですね、はい、さあ館長、はい、32歳を迎えたピーター・アーツ、そしてこのレイセホの戦いですが、どんな風に予想されてますか。全然年齢解消しませんよね。すごいアグレッシブに、はい、お互い倒さないと倒されるって分かってますね。なるほどね、知らんとか言ってますね。言ってますね。確かに新幹線はこの試合が決まった瞬間、この2人の試合は消耗戦になるだろうというふうにね、お話されましたが、どういう感じですね。簡単にはこれいかないですね、どちらにしてもね。前に出てきたレイセホ、レイセホはどちらかというとトリッキーなファイターなんですけど、はいはい、今日は足を使わず前に出てきますね。非常に正統派のね、戦い方をしてますね。どちらかというとピーターズの方が前に出てくる選手なんですけどね、はい、ピーターズの右のストレッチもいいですね。今日のピーターズの状態自体、ちょっとあの腰の怪我などもありましてですね、はい、万全な状態なかったんですけども、復帰してます。戻りましたかね。状態がね、流れてないですよね。ああ、なるほど、はい、ピーターズの状態止めて、はい、インパクトが出てきますから、このローキックを対応してますね、ピーターズがね。ピーターはどうですね。そして左から右ストレート、ピーターズ、レイセホの回収を次考えたら、まあ、レイセホなんかも今年ですね、はい、もしかしたらという、まあ、優勝候補の一人なんですよね。あ、そうですか。レイセホが上がってくる可能性もある、ある、はい、見てる人も多いと思います。なるほど、はい、まあ、確かにこの大会は誰が勝ってもおかしくない、おかしくないですね、はい、まあ、10年間出てたピーターズに勝ってもらいたいと思う人もすごい多 多いでしょうね、はい、勝ってもらいたいと思う人も多いでしょうね。今年が10周年 K-1 グランプリ、右ストレート、右がいいですね、しかしワンツー、そして右のこのコンビネーションで攻めていきますレイセホ、共にテクニックは抜群、お詳しいも豊富です。お詳しいのと、つまりですね、レイセホの右足へのピーターの左ローが効いてますね、はい、なるほどね、はい、いいですね、ピーターアーツ、レイセホの動き止まりましたよ、ピーターアーツの左に左を伸ばしたセホが、右と左両方打ってます。ただこのセホにはこのパンチがある、はい、一発で流れを変えるこのパンチがあります。これ右のストレートいいですね、第1ラウンドはピーター・アースが復活の、すごい量ですね、復活のどうやら雰囲気を見せ始めていますが、ただレイセホにはこの一発で決めるロングスクブーメランスがあります。今も左わずかに隠れましたレイセホ。いやー、一茂さん、はい、ここまでご覧になってどうですか。いや、本当にアースに引っ張った感じですね。本当にありますよね、切れてますしね、やっぱり10年間ね、K-1 で君臨したというのは、僕もいろんなスポーツアスリート見てきましたが、3倍以上の疲労消耗があると思いますよ。そうですよね、右のハイ、このハイキックで勝った結果を倒せ、そして今日はこのローキック、レイセホのローガーの先頭、さあ入ってくるか、考えが大きくなりた、三宅さん、はい、どうも。リラックスしながら気を付けて前に出てきて、連打で行けとのことです。はい、さあ長谷川京子さんですが、このレイセホがついにノーガード戦法を見せました。左つきましたね、僕が左、顔つきが違いますよね、もういつも以上のこの2人の、はい、もうね、これがやはり K-1 グランプリ決勝戦の雰囲気ですね。いや、のりかさん、今、かかりますね。本当そうですね。ノリカさんいましても、だんだん2人の気迫が変わってきますね。さあ、またもノーガード、セホが前に出る。左、この状況から左、またも左フック。どこで流れが変わるか全く
手鵬が流れを変えた。気持ちの勝負ですよね。ここまでアーチの流れ。一回のみが有効、はい、片手だったらいいんですよね、はい、片手だったらなんか長いが炎が効いてる、炎が効いてる、明星王の表情が歪んだ。さあ32歳ピーター・ベイ、20世紀最強の暴君から史上最強の暴君へ。ピーターは第2ラウンドの暴君がなくなってきた。また炎が効いた。第2ラウンド終了間際、明星王の下半身が崩れ始めている。これまだね、あんまり差はないですよ。ああ、ロッキーだ。若干ピーターが有利ですよね。このローが、イメージがね、やはりありますから ね、 ただ、あの第2ラウンド終盤に見せた、あ、このフックですよね。正方の、あの攻撃も良かったです。はい。三宅さん、こちらアウトサイドです。はい。ローキック通信でいけ。アウトサイドは通信。なるほど。出ていくと言っています。あの、カウンター、ブームランには気をつけて。根性ありますからね。まだ分かりません。まあ、レイルさんが倒せたらローキックでしょうね。どちらが意味のゴール。で、ピーターってやっぱり復帰系で弱いですからね。あー、このローキックを踏んだった。レイルさんが踏んだっている。ここに入っていくか。定番のレベルはこの10年で考えられないほど大きく、そして強くなっていきました。さあどうだ、ローキック超えた。セフォー、さあ攻めろ。ボディーピーターは4番のピーターに入れない。自分でね、あの鼓舞してるんですよね。気合い入れてるんですよね。イナリオのハーツレイズフォーノーガーの近くに当たった。効いている、効いている、効いています。ピーターソンのパンチあれだけ受けてね、レイセフォー勝ってるんですからね。今日はレイセフォーの重いんですよね。練習的にはそうですね。レイセフォーの130です。あとは4キロか来るか。このまま行く。このまま行く。タウンダーです。効いてますよね。効いてますね。明らかに効いてます。残り40匹。両手が振って一周で止める。両手が振って右の股を振って下がり膝。これはローに入りました。ピーターは32歳。ピーターもね、ずっとね、ここのグランプリ1回し負けでしたからね。3回ぐらい1回し負けでしたから、はい、残り15秒。左フック、レッテフォーネル。39、青ピーター。